何こいつの存在の力、並外れて大きい。常人の範疇をはるかに超えている。グゼの共柄、王にすら匹敵する強大さ。お前一体何者なの？うぜえ。グゼとか王とか共柄とか、わけのわからんことばっか言いやがって。そんなん俺にわかるわけねえだろ。おまけに真っ赤な目しやがる上に刀なんか取り出しやがって。てめえもあれか、俺のこと愛してるとか言い出す奴らの仲間なのか。ああ悪いが、俺は目が真っ赤に光る奴らなんだ。これっぽっちもタイプじゃねえんだよ。まあとりあえず、いざやの次くらいに大嫌いだからよ。ぶっ殺す。フレームヘイズでも共柄でもない、間違いなくただの人間なのに、こいつ一体何なのよ。あんた、前回も思ったけど、本当に他人とは思えないわね。背格好も似てる。声については怖いくらい似てる。なんかこう、複雑な事情を感じるわ。確かに、それは否定しない。でも、私とお前とでは、全く似ていない部分もある。私は課せられた使命のために戦っている。しかしお前は衝動に任せて闇雲に喧嘩しているだけ。いわば心、そして覚悟の違い。見た目が似ているだけで全てを一緒にされては迷惑だわ。なるほど、一緒にされたら迷惑、そうやって無意識に人を煽る態度とか。おお、確かに心の中は心底別人みたいだの。お前の中にある笑い、泣き、怒る人間らしい心、それは私とは違う心。私が少しだけ憧れるもの。ちょっと、いきなり切りかかってこないでいただけませんこと。何を悠長なことを言っているの。戦いはもう始まっているのよ。これが実戦だったら、敵がこちらの都合に合わせてくれるはずないでしょう。敵はともかく、周りの都合を考えていただけませんこと。周囲も被害が及ぶじゃありませんか。風絶の中がいくら破壊されようと、その辺の統治の存在の力で元に戻せるわ。なんて言い草でしょう。世にあだなすグゼの共柄と戦い、人々を守るフレームヘイズでしょうに。違うわ。私たちにグゼの共柄を討滅するのは、この世界のバランスを保つため、世界というシステムを維持するためよ。お前たちも同じでしょ。
集団の中に発生するイレギュラーを排除して学園都市というシステムを守っている。いいえ、私たちジャッジメントは学園都市を守っているのではありませんわ。私たちが守っているのはお姉さんじゃなくて、学園都市に暮らす人々の平和と笑顔なのですから。世界というシステムと人間、比べるまでもない。どちらも守ろうなんて綺麗事だわ。遠発着眼の打ち手、相手にとって不足はないぜ。剣を抜け、勝負だ。残念だけど、私は無駄な戦いはしない。無駄かどうか試してみろよ。価値ある戦いだったと言わせてみせるぜ。戦いに価値などないわ。そこにあるのは勝つか負けるか、単純な事実だけよ。そんなことはない。俺は世界中を旅して戦った。いろんな奴と戦って勝ったり負けたりしたけれど、どの試合にも勝ち負けを超えた何かがあった。素晴らしいライバルたちからもらったその何かをお前にも教えてやるぜ。じゃあ見せてもらう、その価値ある戦いとやらをね。勝負は私の勝ちだけど、あなたの熱い思いは私に残った。価値ある戦い、確かに見せてもらったわ。異界から訪れる脅威から人知れず世界を守る、そんな空想めいた人々がいるとは驚きだな。ボランティア活動としては少々危なすぎる気もするが、私は損得だとか、まして人間のためにグゼの共柄と戦っているわけじゃない。それがフレームヘイズとしての使命だから戦うのよ。お前にもあるでしょ、何の得にもならなくても全うしたいと心から思う使命よ。確かに俺にも損得を超えた使命がある。みゆきを、妹を守るという使命だ。そう、そしてそれを果たすためだけに私たちは存在しているのよ。使命のためだけに生きるか。ところで、その両手いっぱいに抱えたメロンパンもフレイムヘイズの使命と何か関係が？うるさいうるさいうるさい！カリモフのメロンパンはフレイムヘイズに必要不可欠なの。シャナさんは何か好きな食べ物とかあるんですか？メロンパンとか美味しいですよね。メロンパン、カリカリでモフモフの食感が最高で、私も大好きです。そうね、なかなか分かってるじゃない。そうだ、今度一緒にメロンパンを焼きませんか？きっと楽しいと思います。メロンパンを焼く？はい、二人で作ればきっと最高のパンが
しょうがないわね。お前がどうしてもって言うなら付き合ってあげてもいいわ。どのぐらいの火力が必要かわからないけれど、私の炎の力で一気に焼き上げてあげる。ならないから、せめて火だけでもと思ったけど、うまくいかないものね。その燃える髪と赤く光る人、貴様が遠発着眼の打ち手か。その青白く輝く体と巨大な槍、お前が青の魔女ね。若き頃より兵器として育てられ、力を得た二人が出会う。このような機会はあまりあるまい。面白い偶然だな。私は兵器じゃない。お前と一緒にしないで。私は魔を打ち、世界を守るためにこの力を得た。復讐や憎悪、そんな気持ちから生み出される兵器とは全く違う力よ。綺麗事を。敵を殲滅する力に違いがあるというのなら、その剣で示してもらおうか。いいわ。負の心をいくら束ねても私には勝てないことを教えてあげる。鋭い技の中にも何かを守りたいという思いがある。あなたも兵器なんかじゃないわ。勇者、私たちフレームヘイズと同じように世界にあだなすものを討滅する存在ということね。でもそれにしては撃つべき敵、魔王の男と仲がいいようだけど、共闘していたとも聞いたわ。冗談言わないでよ。あいつとは偶然同じ敵を仕方なく一緒に倒す羽目に陥っただけで、仲良くなんてなるわけないでしょ。それならいいけど、勇者やフレームヘイズたるもの、敵と慣れ合うなんて言語道断だもの。そうよ、私が魔王に気を許すなんてありえないわ。世の中にはどうしても刃を交わし合わないと解決しないこともある。フレームヘイズの使命として。そうよね。まして仮でも作ろうものなら死んだ方がマシよ。どうしたの？いえ、なんでも。弱い。やっぱり敵と慣れ合っているから腕がなまったのよ。あんたたちフレームヘイズなら、もしかしてオブジェクトも簡単に倒せたりするの？オブジェクト？ああ、あのリンネの化け物みたいなやつね。まあ、グゼの共柄や王ほどの強敵とも思えないけど。そりゃいい。じゃあ次にオブジェクトとばったり出会ったら、俺の代わりに。いやよ、なんで私が人間同士の戦争に手を貸さないといけないわけ？
またまた。とかなんとか言っちゃって、単に怖がってるだけじゃないの？なんですって。いやいや、無理もないよ。バカでかいオブジェクトなんて前にしたら、君みたいな小さい女の子はビビって泣いちゃうのが当たり前だし。いいわ、そこまで言うなら相手してあげようじゃない。手始めにそのオブジェクトと渡り合ってるお前から始末してあげる。え？あ、いやいや、ご冗談を。俺はただの学生だよ。フレイムヘイズと戦うなんてど、あっちゃー。やっぱりこの程度、オブジェクトとやらも私の敵じゃなさそうね。なあ、シャナってさ、今までずっと武器はその刀だけなのか？そうよ、このニエトノのシャナは私のすべて。他の宝具で戦う気はないわ。そっか、それは残念だな。残念？いや、やりや弓、それこそ二刀流とか他の武器も似合いそうなのにと思ってさ、使いこなす技量もありそうだし。ああ、 SAO だといろんな武器スキルがあるのよね。確かに斧とか槍を手軽に振り回せるなら試してみるのはありかも。そうそう、そうだよな、試すのはありだよな。じゃあ俺が何か武器を貸すからさ、ちょっとその刀貸してよ。なるほど、それが目的。絶対貸してなんかやんないわ。やっぱりダメか。まあ剣士にとって命を託す武器は何よりも大事だからな。俺のこの2本の剣もそうさ。お前だけじゃなく誰にもこの刀には触れさせない。私のかけがえのない相棒だから。うひょー、シャナタンかわいい。妹になって。なんなのよお前は。ちょっとくっつかないで、頭も撫でないで。トゲトゲな態度も可愛いよ。お持ち帰りしたい。しつこい。私にはフレイムヘイズとしてこの世に潜むグゼの共柄を討滅するという使命がある。お前なんかに構っている暇なんてないんだから。そもそもお前と私には見た目ほど年の差なんかない。妹になるのはお前かもしれないのよ。何よ、急に黙ったりして。邪気が中二系妹キャラ来た。もう、うるさいうるさいうるさい。邪気眼とか中二病とかそんな名前のグゼの王とは契約していないから。その制服、君の学校の？いいね。セーラー服っていかにも女子高生って感じだしね。いいとか悪いとかじゃない、
学校に通うのだって単にカムフラージュよ。その方がユージを見張りやすかっただけ。そうなの？僕は学校ってすごく楽しかったけどな。もちろん嫌なこともあったし、勉強も大変だったけど、病院にいるより多くの人と直接会えるもん。確かにいいことも一つもなかったというわけじゃない。吉田和美や他の連中と関わったことが私にとって新鮮な思い出になったのは事実だし。でしょ？ほらやっぱり結構学校生活を楽しんでるじゃん。別に楽しんでなんかない。私が言ってるのはフレイムヘイズとしてどんな経験も糧にできるという意味で。わかってるって。フレイムヘイズもやっぱり普通の女の子ってことでしょ。別に照れることじゃないよ。うるさいうるさいうるさい。プラスにならないこともないってだけで無駄なことも多い。授業はレベルが低すぎて話にならないし。そんなに見つめてどうしたの？シャナさん、今マントの中からその長い刀を取り出しましたよね。ええ、それがどうしたの？シャナさんのマントからはどうしていろいろなものが出てくるのですか？ひょっとして魔法の一種なのですか？これはヨガさ。天井の豪華、アラストールの翼の飛膜を軽減させたもの。魔法ではないわ。物を収納する以外にも、私の意思に反応して大きさや形状を自由に変えることも可能。それに10段くらいなら軽く跳ね返す強度も持っているわ。すごい能力ですね。どんな魔法式でもこれは再現できないかもしれません。ヨガサは私とアラストールとの絆のようなものでもある。そう簡単に真似されても困るわね。その程度の霊気では私の炎を凍らせることはできないわ。日本刀に黒いコートなんて初めて見る組み合わせです。なんていうジョブなんですか？ジョブ？職業のことなら私は社会的な組織に属しているわけじゃない。つまりニート。すいません、今日から師匠と呼んでも。断る。それに組織に属していないからといってのんきに遊んで暮らしているわけじゃない。私にはフレイムヘイズとしての使命がある。強いて言えばそれが私の仕事ということね。はい先生、そういう自分以外には見えない敵と戦うのは仕事じゃないと思うんです。確かに共柄は常人には見えないけど、フレイムヘイズの使命はお前たちにとっても人事じゃないのよ。無分別に存在の力を貪る、つまりお前という存在を食らってしまう敵と戦っているのよ。それなら私だってダンジョンでモブと戦う仕事についてます。ライフワークです。
ゲームと一緒にしないで。これだから人間はグゼとこの世界のバランスを保つのはどれだけ大変なことか分かってるの。SAO の世界ではレベルが上がるといきなり強くなると聞いたけど本当なの？半分ぐらい合ってるかな。レベルアップは経験値が必要だからいきなり強くって感じじゃないけど、ソードスキルに関しては確かに一度覚えればすぐにその技を使えるようになるわ。そう、不思議な仕組みなので、自分が突然技を覚えるとかそういうのはとても理解できない。強くなるために努力するという点では現実世界とそう変わりはないんだけど、確かに知らないと想像しにくいわよね。そうだ、一度 SAO に来てみたら？刀以外の武器を使えたりするわよ。ミエトノのシャナ以外の武器を？想像もできないけど、一つの訓練としては面白い効果があるかもしれないわね。うんうん、なんだか楽しくなってきたね。それじゃあ一緒に行ってみますか。この刀以外を使う気はないけれど、他の武器を経験することでより自分の力を高めることができそうね。あなたが守っている相手は吸血鬼だと聞いたけど、詳しくお話しすることはできませんが、私が監視している先輩は第四審査と呼ばれる吸血鬼ですね。第四審査？はい、世界を滅ぼしかねないほどの力を持った吸血鬼です。普段は全然そうは見えませんが、かつてニエトノのシャナをもってしても吸血鬼には苦戦させられたわ。そんな相手を監視するなんてやるわね。苦戦というわけではないですが、私がしっかり監視していないと先輩はとんでもないことをしでかすんです。次の行動を読ませないなんて、さすがは吸血鬼の真相を名乗るだけのことはある。そうなんです、聞いてください。私がちょっと目を離した隙に他の女の子から血を吸ってるんです。これからは監視をさらに強めないといけないですね。そう、どうやら別のところで苦労しているようね。剣なぎの霊視による未来予知さえをも上回る行動力、やはり吸血鬼の真相は侮れないわ。今度の対戦相手は遠発灼眼の打ち手か。一つ聞きたいのだが、君たちフレイムヘイズは皆そのようなコードネームを持っているのか？まあそうね、調子の読み手や盤上の指定、偽装の借り手、呼び方はフレイムヘイズの数だけあるわ。契約した王と一心同体である証よ。名は体を表すというが、まさにその通りというわけか。お前にも黒の王という呼び名があるじゃない。これ以上ないぐらい似合ってるわよ。
ありがとう。私自身はあまりこの名が好きではないが、実際それにふさわしいものが得るべくして名を得ているのかもしれないな。ではそろそろ始めようか。円髪灼眼の打ち手よ、その名に恥じない戦いを頼むぞ。一つ一つの技に込められた気高い闘志、黒の王、その名に恥じない見事な戦いぶりだったわ。お前のその赤い目、もしかしてお前も呪われた子供たちなのか。何を言っているの。この目は私がアラストールと契約したフレイムヘイズ、円髪灼眼の打ち手である証。呪いといった類のものじゃないわ。そうだ、すまない、変なことを聞いたな。ただ、なんていうか、お前の目を見ているとどこか辛そうにも見えたもんだから。うちの居候と重ねて見ちまってたみたいだ。本当にすまない。お前、そいつのことをよほど大切に思っているのね。まあ、家族も同然だからな。そう。ならそいつも呪われてばかりの人生じゃない、幸せかもしれないわね。私が辛そう。私は自分の使命だけが全てのフレームヘイズよ。そんなはずないじゃない。これからも一緒に夢を見よう。